い、こんにちは。日本改革と奥津沢です。京子様、音一座、中村社中様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に圧させていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日ですね、第4回河野太郎裁判非公開開催してまいりました。始まる時間が遅くてですね、戻ってくるのも遅くなっちゃって、こんな時間に動画撮っておりますけれども、さすがの私もクタクタになってしまいました。裁判始まる前にですね、私の弁護士さんと話しする機会がありまして、例の、変なネトウヨ参院選後に訴える、覚悟しろ許さない徹底的にやってやるの動画をですね、見せたところ、しばらく絶句して、これはないわって言って、これ証拠で提出するわ、相当心証悪くするよね、言ってまして、で、ですよね、見せしめや懲らしめのために裁判利用するわけで、しかも現職大臣が、だよねーって話しましてですね、あと先生独自で、桜井よし子さんが産経とですね、正論に書いた河野太郎中国ビジネス、こんなのやったら疑われてもしょうがないんじゃないのみたいなのをですね、丁寧な文言で、私と違って訴えられることのないような、文言で、書いてあるのを見つけてきてくださってですね、これも証拠で出すわ、当時太郎は現職ワクチン大臣ですからね、そんな現職ワクチン 大臣というですね、強力な権力者にですね、覚悟しろだの、許さないなんて脅されたら、か弱い一般人の私は怖くて怖くてちびっちゃいますよね。で、時系列なんですけれども、例のその訴えられた河野一族中共の犬のブログ書いたのが21年9月でした。で、河野が許さないって怒ってたのが22年の5月22日の生放送、河野太郎の生放送でした。当時河野はワクチン担当大臣でした。ですんで、怒りのテンションからすると、最近見つけたんだろうな。私が書いたのは前の年の9月なんですけれども、次の年の5月に、見つけたばっかで頭カッカカッカしてて、怒りが新鮮っていうか、だって覚悟しろなって、現職大臣が言っちゃってんだもんね。裁判長若くてめちゃめちゃ賢いであります。差しでお話しする機会がありました。非公開ですんで、後半というか公開裁判よりも、砕けた感じですね。靴沢さん、なんとお呼びする、腰低いんですよ、靴沢被告ですかね、言ったらですね、いやそういうわけにはいかない、では靴沢さんで、なんてやり取りから始まりまして、月刊ウィルで訴えられた経緯の記事読ませていただきました。靴沢さん、なぜああいうブログを書かれたんですか。私は当時豊島区議会議員で、ニュースを分析する記事を書いたり動画で紹介したりも、政治活動の一環だったんですよ。今でもやっておりますけれども、裁判長、裁判官じゃなくて3人裁判官つきましたんで、裁判長ですね。YouTube も X もフォロワー10万以上いらして、今でも日本改革党の代表ですもんね。そうです。獣医師でもありますが、今は獣医やっておられるんですか。今は獣医やってないっすね。あ、そうですか。ところで、河野太郎に対して個人的に何か終わりでああいう記事書かれたんですか。個人的には何もないんですけど、河野は議員辞めるべきだと思っています。なんか私と河野太郎の間にの憎悪がすごいんで、なんか個人的な支援とか恨みとか、そういう接点でもあったのかなーって裁判長思ったらしくてですね、そんなとこから話入っていまして、裁判を進めるにあたって、楠田さんの批判が事実であると証明するか、真実であると信じるに相当する材料、真実相当性ってやつですね、これね。これだったらそう思っても仕方ないよねってなったらば、こっち勝てる。荒木田先生ともども証明していただく必要があるんですけれども、この日本端子がウイグル人を虐待して太陽光パネルを作っているというのは、これですね、向こう側の、サイドの向こう側が提出してきた、そんなことやってねえよみたいな、
反論してきたんで、いやそれ向こうの勘違いで、私一つもね、あの日本大使がウイグル人を虐待してパネル作らせてるなんて書いてません、日本大使があのパネル作ってるので書いてませんよ、ウイグル人虐待してるの、向こう勘違いして作らせてないよなんて、あの反論してきてね、なんかおかしなこと言ってんな、と反論しているようですが、パネル作ってる会社がウイグル地区に5社あり、パネル原料のポリシリコンの 95% をウイグル人が強制労働、奴隷労働で作ってるっていう疑いがと書きましたが、この5社を日本大使の子会社であると勘違いしているようですねって、5社がウイグル地区にあるっていうのはウイグル人が 95% 使ってる疑いの補完ですと、説明してですね、なるほどとね、河野さん批判は世間に山ほどありますが、なぜ靴沢さんなんでしょうか、心当たりありますか、やっぱりですね、私と河野太郎の憎悪がすごいんで、あの間のね、個人的に恨みあんじゃねえかって疑ってるみたいで、私は実名でネットやってますし、所在地も公開してますんで、開示請求の手間が省けますし、何より手頃だったんじゃないですかねと、無名の一般人、懲らしめても見せしめ効果低いですし、私を訴えてる間に、訴える間に変なネットを訴える、看護師を許さない、徹底的に、訴える前にだな、訴える前に変なネットを訴える、覚悟しろ、許さない、徹底的にやってるっていう動画が河野太郎自身の YouTube チャンネルに残ってまして、私しか訴えられてないんで、見せしめ懲らしめ目的かと思います、このことを裁判長にチクってやったこんなこと言ってるんですよ現職大臣がチクってやった、そうだったんですか、初耳、ブログは今もそのままの状態なわけですね、ブログも重要な手段だと思いますけれども、今や X や YouTube が主流の手段となってますよね。ブログの問題となっている部分をこっからね、あの歯切れ悪くなってですね、急に裁判長が、まあ、全部とは言いませんけど、ギリギリ問題になっている部分を、まあ、ある程度、まあ、ブログの一部ですね、まあ、仮にですけど、まあ、なんてか、削除するという方法で和解を進めるという方法もあるんですけど、でまあ、あの削除してくんないってはパッとは言えなかったのね、急にあの歯切れ悪くなってむっちゃ早口になってですね、まあ、若いんですけど、私最初内容証明参りまして、ブログ削除しろ謝罪しろって言ってきたんですよ、それ嫌ですって返答してきたら訴えてきたんです、削除するんだったら削除しろって判決出してもらわないとってそういうあの裁判で争ってんですから、削除する断ってんですから、私最初削除しろ嫌だよって断ってんですから、判決出たら削除しろ、言ったらですね、裁判官しばらく間が空きまして、もう完全に諦めたみたいで、こういう方法もあるという手段を紹介したまでですんで、一般的な、まあああれだよ、もう無理だって思ったんでしょうねそういう手段もあるって紹介したら、進めてるわけじゃないんだみたいな、ちょっと逃げ押しになりましたね、私削除する気ありません、裁判官、政治的な批判とですね一緒に向こう側にね、あのね罰が当たりますであるとか、事実の部分と やや感情的な笑わせるなとか結構あるんですけど、こういった部分を柔らかくするであるとかは考えられますでしょうか、まあ、削除が無理って言うんだったら、言葉をもうちょっと柔らかくできないが、言ってんですけどね、まあ、それを材料に、若いあの向こう説得する気なんだな、まあ、とことん判決出したくないってな、あとでちょっとあの東方弁護士と話し合ったんですけれども、判決出したくねえのは明白だって、だってこれあのどんな判決出してもですね、高裁で、まあ、ひっくり返されたり、高裁で自分の判決、ダメって言われたら失点になるし傷つくしみたいな、いうようなこと、まあそうですよね、東京地裁の裁判長なんて言ったらエリート中のエリートで、もうそういうのは嫌なんだって話ですね、まあ削除から柔らかくしてくんないか、それ柔らかくしたってことで向こうにね、取り下げっていうか、私
私は権力者は批判されるのが仕事だと思ってますんで、私自身も議員でしたし、批判を許せず潰してくるのは独裁者って言うんですよ、権力者、批判を許さず潰してくる権力者を独裁者って言うんですよ。なので変えるつもりないですと、ここでも言ってやりました。私の持論っていうか、橋毛が言ってたナイスな言葉、批判を潰そうとする権力者は独裁者と、いうことで、裁判官長それ聞いてね、もう完全に諦めたらしくて、削除するのもダメ、表現を柔らかくするのもダメ、むっちゃ早口でですね、わかりました、裁判所としてもこういう方法があるというご紹介してたんですね、今日はっきりご意見を伺いましたので、我々はあくまで公演の立場で証拠を粛々を見ていこういくことになるかと思います。せっかくですので、靴沢さんから何かご意見や質問されたいことありますでしょうかと、次も非公開なんでしょうか、聞いたらですね、これも裁判長、私のですね不満、いつまで闇でやってんのみたいな不満をピピンと、さすが頭いいですね、これもむっちゃ早口ですね。それですね、もちろん裁判所は公開法廷で判決進めることになりまして、こちらの説得が、説明が不足しているかもしれませんが、今回までは非公開でプロが集まって細部を詰めて最後に公開したので、最近のトレンドにのっとってまして、最近のトレンドなんだそれが、ずっと闇で裁判するであるところが法律的に不可能ですので、私ね、ちっともね、次も非公開なんですかって聞いただけで、てめえらいつまで闇で裁判する気なんだって、一言も言ってないのに、もう私の言いたいことをピピンと感じ取っちゃってですね、もうすごい頭いいなー、若いのになー、エリートだよなー、ですぐむっちゃ早口で、3回ともむっちゃ早口で、逃げに入って、一般論ですから、一般的な方法ですから、そういう中断もあるってだけで、みたいな、すごいよなーって思います。私、そうですか、ありがとうございます。ありがとうございました。で、終わったんですけれども、裁判長にですね、覚悟しろ、寝通りを許さない。徹底的にやるって、脅されてました、いうのとチクってやったのでですね、権力者は批判を受けるのが仕事でしょ、公人なんだからさ、権力者なんだからさ、批判受け付けねえのは潰そうとするのは独裁者って言うんですよ、映像も、公開して裁判長見たら、だいぶ弁護士先生言う通り心証悪くなったと思いますけれども、というわけでですね、私が情報を完全拒否、削除も嫌です、表現を変えるのも嫌です、完全拒否したんで、これ以上非公開でやる意味なくなったと思ったんだが、これまで、非公開でやってたのは私の意向を確かめるため、あわよくば削除させて裁判自体をなくしたいっていう、向こうもですね、向こうは削除してんですから、お金請求すんのは諦めたらいいんじゃないですか、お金ないわけじゃないし、河野太郎さんなんかということで説得するつもりだったのかな、判決出したくなささに、次回はとうとう公開裁判となります。パチ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 、10月25日金曜日11時から、平日なんでね、来れる人もあんまりいないと思いますけれども、東京地裁705法廷ドスエー、私ももちろん参りますけれども、どうなんだ、私被告席っていうのが用意されるんだが、一般の人みたいに民事ですからね、刑事の裁判だったら被告席に座らされて、必ず本人も出席ってなんですけど、民事は本人行かなくても別にいいんで、そういうの用意されずに一般の人と一緒にくじ引くようになるかもしんねえな、希望者多数だったら、この日には判決ではないそうです、証言を拒否している河野太郎本人を引っ張り出す請求しますっていうかしております、本人とうとう出てこなかったら、そんな傷ついてないんでしょ、傷ついたとか言って名誉毀損されたって騒いでるけど、そんなでもないんでしょ、感じてないんでしょ、見せしめ懲らしめのためにやってんでしょ、スラップ訴訟だって主張するつもりいやー河野太郎もこんなことになるとは
あの先生に、あの弁護士先生に、こういう本出ますってあの見せたんですね。そしたら、あっちもこうなるとは思ってなかっただろうねーって、向こう同情してました。ひどい目やってんね、この太郎ね。いや、ミミズだと思ってちょっとつっついたら、ちょっと内容証明送ったら、恐れ入ると思ったら、毒蛇に噛まれて、大変なことになってるみたいな、ことになってますね。大変でしたね。こんな根性の悪い一般人訴えちゃってね。まあ、当時は豊島区議会議員でしたけれども、まあ笑っちゃうね。というわけで10月25日、11時705法廷、皆様よかったらお越しください。私ももちろん参ります。私は身の危険があるんですけれども、河野太郎何せ権力者ですから、私を指してですね、河野太郎に取り入りたいみたいな連中もいっかもしんないなと、いうことで、まあ希望者多数だったらくじ引きになっちゃうとは思うんですけれども、裁判長はですね、何せビビリで、小さい法廷でやりたい、こっちのね弁護士さんは大法廷でやれよなんて、いっぱい来るんだからって言ってんですけど、まあいっぱい来るって大見えかましといて、いっぱい来ないと私も恥ずかしいんで、よかったら皆さんいらしてください。10月25日であります。というわけで、ついでにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。